潰れちゃった。あ、危ねえ、危ねえ。危ねえ、危ねえ。みんなにバレるから。またホラ、またホラゲやるとこだった。危ねえ、危ねえ。無理よ。次、無理よ。次でも順番的にやるとしたら荒木さんすからね。いや、俺はもう一番怖くないやつ持ってくから。いや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 、俺らが選ぶ。そうなんだ。あれ、すげえジンギスカン聞こえるこ。あ、そう、変えます、変えます。こっちやんの。すごいジンギスカンだ。違う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 。どこに立てばいいんだ。ジン、ガン、ジ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 ン。よいしょ。イエーイ。ガン。落ち着きますよね、この音楽ね。ジン、ジン。はい、これで消えた。ね。スカーン。はい、消えました。ナルセいますよ、そら。ナルセさん今トイレに行ってます。リルリルリル実質、本当は始まってるよもん。始まってんの、ええ、いやいや、昨日ってつで皆さん、ナルセです。ありがとうございます。ありがとうございます。今回はですね。はい。おぉ。第1回。はい。第1回第1回よっよっしゃ昨日の用意書あるかなもうサンプラ消しちゃったよ俺あるわ用意書あるわよいしょやりましょうありがとうございます、はい、まあまあまあ何ですか荒なる名クイズってはい荒なる名クイズとは何度かと説明しましょうはい、はい、さっき考えたようなクイズおのおのがですね3問程度自分に関するクイズをみんなに出題するわけですはあ、俺だったらメイちゃんのなんとかはなんでしょうみたいな感じでまあリスナーさんと荒木さんと七瀬先生でこう答えてもらうっていう、はあはあはい、所属事務所かな所属事務所とか、はいね、レーベルとか、はあ、分かりました、はい、それで何1位だった人は何かあるとかドベだった人は何かあるとかあるんですかそうですね、1位とかあんのこれいや ないと思いますけどねいやでもさ一番正解した人とかいるでしょあじゃあ最後に MVP やりましょうかああそれはみんなに、ね、みんなに選んでもらうえそれさ質問のさ質とかもさいかにさちょっとフフってする質問出せるかとかもあるじゃん、うん、えそっち答えられていや活躍した貢献度みたいなああいいですよ別にそれでもいいですよそれでもいいですよじゃあMVP 以外だった人がなんかするみたいな感じにしますああいいね2人ってことは2人だ、ね、そう2人でじゃあ制撃しましょう短い兵撃、はい、ふざけんなよお前、はい、ました絶対1位取ってやるからなマジで、はい、やらすなお前おいおい最悪だ眠れなかったんじゃねえかいやよこんなんやりたくねえよ俺最悪だやったぜ決まりましたこれはいいいよやりますじゃあ誰からいきますえこれ言い出しっぺのなんか1問ずつ出し合っていきますああ確かに確かに確かにまあ1問ずつでしょうんうんオッケーじゃあ僕から行きますよ適当にあいいですよじゃあ次俺行くわあのデンデンっていうあの SE 欲しいよクイズ SE SE あ早押しボタンあ出題メイちゃんは好きなものを最初に食べるタイプでしょうか後に食べるタイプでしょうかクソしょうもなちょっとクソねメイちゃんクイズクソしょうもな終わっとるだろいやいやいやめっちゃ難問ですよこれ最初からどっちだどっちだはいはいはい俺いいですかはいどうぞあとだと思います理由ははいバカだからめっちゃ偏見じゃんそれじゃあいつ地震が来るとかいつこう台風が来るとか、うん、そういうことを考えずに、うん、のびのびとのんびりやってるバカだからあとだと思いますあとなるほどなはい荒木さんどうですかこれはねやっぱ先だと思いますねおなんでですかね理由はねやっぱね行き急いでるからですね真逆じゃないですか言ってるいやそれもあるなそれもあるな行き急いでる、はい、俺いろいろやりたいことあるんですよねなるさんこれどうですか俺これもやりたいんですよ毎日相談なしてないだろ お前と雑談したことねえわ毎回相談受けてるわすいません毎回言ってる毎回毎回いつも乗ってもらってありがとうございますいい大丈夫じゃあ結果発表できますか行きましょうドラムロールとかあるんですかあドラムロールもじゃあ出させていただきますドラムロール SE はいドラムロールて食材によるですはぁおいマジ
は？答え出すよ。いやええ、いやそれは違う。エビは絶対最後に食べる。いや知らんし。けど唐揚げは絶対最初に食べるでしょ。それはもう食材によって違うじゃないですか。どっちも好きな食べ物だけどもね。ウルトラ腹立つね。絶対勝てねえな。これ答え出てないじゃん。2問なんだ、ね、2択じゃないじゃん。いや別に2択で聞いてないっすもん。あ、なるほどね。はい。あ、俺もう頭きたわ。次会った時マジで口の中にお前唐揚げ100個詰める。マジでマジムカついた今。本当にやられそうなんで怖いですね。はい、じゃあ正解者いないということで、はい、次いきましょう。いいね。俺ですか。何これ、クソみてえな。じゃあ、ナルセクイズ。はい、ちょっと待って、SE 出すから、ちょっと待って。オーケー、ババンちょうだい。はい、ババンちょうだい。いきまーす。ナルセクイズ。はい、ナルセクイズが始まりました。ナルセ調べ、すべてナルセ調べなんですけども、皆さん、朝ご飯を食べます、昼ご飯を食べます、で、夜ご飯を食べます、食べるじゃないですか。で、途中で例えば炭酸のものを飲んだりしたら、うぷっと、ちょっと、ゲップなるものが出るじゃないですか。はん。うって、これはさ、その、ゲーじゃなくて、うって絶対 出るもんじゃないですか。はい。で、うん、これ、ナルセ調べです。ゲップしたら一番匂いが強いもの、ナルセ調べ、何でしょう。1、唐揚げ。2、ラーメン、かっこ豚骨。3、ウインナー。はい。3択だ。これはいけるよ。唐揚げ、ラーメン、ウインナー。唐揚げ、ラーメン、ウインナー。マジか。はい。どうぞ。いいんですか。はい、アレキさんどうぞ。1の唐揚げだ。かっこ唐揚げ。ニンニクの強いバージョンのやつ。ああ確かにね、ニンニク強い唐揚げありますもんね。ニンニク味みたいな。これだろ。メイちゃんはどう思いますか。メイちゃんはラーメン、かっこニンニク入れたバージョン。豚骨のラーメンですね。はい。でははい、発表します。はいはいはい、ちょっとドラムロール行くんでちょっと待ってください。はい、答えは3番ウインナーです。二人とも外しましたね。これさ、これさ、なんで俺さ、そう思ったのが、はい、あのさ、小学校の時友達が超臭かったの。で、はい、お前朝ウインナー食っただろって言ったら、ウインナー食ったって言ったの。そっからもうウインナー食った後の、うん、男とは近寄りたくないって思ったのが原因です。ウインナーです。これガチ臭。マジ一生ウインナー食べる、いやいや。それウインナーによるでしょ、それ。いや、アルトバイエルシャウエッセン、これ辺はもうマジでガチ臭。わりマジで。いや、シャウエッセン確かに臭そうですね。でしょ。だってさ、うん、例えばさ、チャンメイちゃんとか荒木さんとかにこう彼女がいたとして、ウインナー食ってデート行かないでしょ。まあ、いかんかもね。でしょ。なんかもっとほら、口の中にあれでしょ、芳香剤とか食っていくでしょ。芳香剤。ちょっとでもいい匂いさせない。芳香剤。マジで。気持ち大事だと思います。いや、本当にウインナーの匂い強いから。あ、そうなんだ。ガチ臭。ガチ臭。はい。ナルセクイズも誰も答えられなかったな。本当だよ。いや、もうちょっとで当たりそうだったのにな。はあ、惜しかったね。ニンニクは結構いい、その着目する点はすごくいいと思いました。まあでも強いて言えば全部臭いけどね。いや、ラーメン臭くないから。ラーメン、いや臭いじゃん。一番臭いだろ。いや違う、食うラーメンが食うラーメンだろ。お前二郎系ラーメンばっか食べてるからでしょ。俺のラーメンはあれよ、醤油ラーメン。さっき豚骨。豚骨醤油ラーメン。豚骨醤油二郎だしな。うるせえ。すいません。荒木さん、質問。はい、クイズ出して。荒木クイズですか。はい、なんか鳴るんでしたっけ。何の SE も聞こえないけど。あ、今鳴りますって言ったら多分流してくれると思う。荒木クイズ。ポチッなったと思います。はい、なんかね、先週ぐらいまではすごいあの晴れた日が多くてですね、すごい暖かかったんですけどね、はい、すごい夏っぽかったじゃないですか、急に、はい、で、ここ3日ぐらいめっちゃ寒いじゃないですか、はい、で、やっぱね、家の中とはいえね、こうなんか着ないと厳しいなって思ってたわけですよ。はい、で、まあどれが一番暖かいかなって思った服はどれかなっていう問題なんですけどね、はい、まあ1が荒木パーカーですよね、はい、2がナルセパーカー、はい、そして3番がメイちゃんの MA1。 はい、持ってんだ。これでどうでしょうか。いや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 、でも荒木さんのやつってあのジャージ生地みたいなやつでしたっけ。いや、本当に普通のパーカーの方なんです。あ、あるんすか。はい、知らないな。あ、まあヒントはね、今着てますね。いや、何のヒントにもなってないです。もうすごい着てます。いや、荒木さん、はい、はい、俺もう答え分かったわ。どうも。答えは
俺は予想は成瀬パーカーだと思います。なぜならあの服あったけえから。他の2つ知らないけど俺は成瀬パーカーあったかい。それだけです。宣伝入ってる。宣伝が入ってきた。成瀬パーカーはあったかい。ありがとうございます。ちゃんいいと思うね。いやーまあそうですね、まあ、僕の答えじゃあいいですか。はい、まあ、僕は、めいちゃんの MA1 だと思います。はぁ、あ、お前あれお前嘘だろお前あれ、あれ人だったなんか好きんだけど普通に。いや本当なぜなら、うん、本当にあのね凝ってんのよいろんなとこが。いやいやいや、タグとか目って書いてあったりとか。ワッペンとかあるんですよ。ワッペンすごいあったかくて。あれさあの服さ、うん、もう素材のせいなのかスケスケすぎて薄すぎてさ着てる人見たらさ骸骨骨とか見えたんだけど。マジ薄すぎだろお前あの服。あれ家気に走るんじゃねえよお前。放射線技師やん。マジあったかいんだあれ。あったかいですから、はい、MA1、はい、でもさあれ室内で着るか。あそこちょっとあれじゃん、ちょっと外でおしゃれして着たい時とかに着るんじゃないのあれって。やったなこれ。お前正撃に一歩近づいた可能性あるな。これやったぞこれやったぞ。じゃあ荒木さん答えをお願いします。いいんですか。ちょっと待って今ドラムロールやります。はい、ドラ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 、お願いします。正解は2番ナルセパーカーです。やったー。おいマジナルセパーカーはあったかい。ナルセパーカーあったかい。いやいやマジであったかいから。いつも来てましたね荒木さんナルセ。いやなんかね謎に3つぐらいあるんですよね。そう毎日来ちゃうっていうところがありますよねやっぱり。あったかいよねでもあれマジで。はい、まあ下短パンなんですけどね。ほら全然下短パンでも着る。歌って歌い手にも大人気ナルセパーカー。今なら、大福屋さんという、通販ショップで売ってますので、ぜひとも。うるさいうるさい。宣伝してる宣伝してる。洗濯パーカーという新しいパーカーの方もね売っていますので。あーうるさいうるさい。いただければと思います。よろしくお願いします。あーうるさい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 。おいおいおい宣伝させろよ正解したんだから。ちょっとナルセさんクレーム入れていいですか。なんすか。ナルセさんからもらったあの発泡のあの T シャツあるじゃないですか。はいはいはい。なんだっけ。あれね。ナルセ T シャツね。そう。あれ着すぎてもう顔がボロボロになっちゃったんですけど。いやいや、はい、お前それ着すぎだよただ単に。もう1枚くれませんかあれ。あ分かりました、はい、じゃあ2枚ずつあげます。ありがとうございます。ありがとうございます。もう本当になんかワンピースの旗みたいになっちゃったんで。本当に。あお前お前やめろお前寝かけをすんじゃねえお前。顔ボロボロになってこいって。お前絶対インスタグラムとかにあげんなよ。不良か、すぐボロボロになるのか。でもそうなるくらい来てくれるっていう、これ愛ですね。ありがとう。めっちゃ来やすいですね。あれは確かにね。まあというかゲオさんとかちゃんと来てくれてるけど、はい、めっちゃ来てくれてるけど普通に綺麗じゃん。ナンバーガールお前の扱いが悪いんだろお前。いや違うゲオさんはあの撮影の時しか来てないってことだよ。おい刑事やめろお前刑事。普段から来てくれ刑事。刑事最近浸透してきた刑事。刑事はい、ありがとうございます。じゃあ俺1ポイントですね。1ポイントです。いや勝たない。2人は0ポイント。はい、ポイントでになったんか、はい、急に。そうですか。じゃあ厳しいな。いいですか皆さん2問目タイムにいきますよ。はい、いきます。めいちゃんの使っているシャンプーは何でしょうか。知らねえ。クソ知らん。マジでどうでもいい。ちょっと選択肢よろ。マジ知らん。せめて3択で。マジっすか。マジっすかっていうから。もうお前シャンプーで検索してるだろ今。他のシャンプーの選択肢がなくて。お前シャンプーぐらい知っとけお前。ちょっと、あ、わかりました。1問第1個目。1問選択肢1。はい、一髪のピンク。じゃ選択肢2、スカルプ D ディグニティプレミアムシャンプー。3個目、アマトラクオヘアバス。絶対違う。聞いたことねえ。どれでしょうか。はいはい、スカルプ D。はい、荒木さんはスカルプ D ということで。ちょっとハゲを気にしだす頃だから。はい、ありがとうございます。すごいですね、あの毛根までちゃんとこう洗い出せるっていうね。すごいですね。はい、ありがとうございます。で、私なんですけども、はい、俺アマトラのシャンプーをメイちゃんにおすすめした記憶があるんです。あれ、はい、
そうそうそう、ヘアバス、これめちゃめちゃいいよ、ちょっと、うん、あのシャンプーした後2、3分放置したらすげえ髪サラサラなるよっていうのを、うん、おすすめした記憶があるんだけど、はい、メイちゃんはそれを多分だけどリピートしないと思うんだよ、性格上。はあはあ、やっぱ頑固だから、どこか一回買うんだけど戻すから、はあ、一番スラッと出てきた1カメのピンク、はいはいはい、ありがとうございます。じゃあお二人ともファイナルアンサーでよろしいでしょうか。はい、ファイナルでしょ、ロック。じゃあ答えを発表させていただきます。アマトラックをヘアバスでした。マジかー、お前いいやつかー。最高です、あれ。ダルセスありがとうございます。いいやつか、お前マジか、はい、ずっと買ってます。そっちかー、はい、ちょっとラブチだねそれ。はい、凍ってたかー。最高です、あれは。いいです、いいやつだったか。あれは神です、マジで。あれは神です。マジでアマトラって聞いたことねえぞ。いやマジでサラサラすぎてびっくりしたりしたらさ、ジブリみたいに髪が逆立つんだよ、サラサラすぎて。ブワッ、マジかよ、すっごいラブチです。もうイカスミみたいなシャンプーなんですよ。ミスったけど嬉しいね、なんかちょっと。あ、ほんと。なるほどな。おすすめです、ありがとうございます。いいクイズだったな。いいクイズだね。はい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 。じゃあ2問目、成瀬さん。いいですか、2問目。はい、はいはいはい。これ僕の小学生時代の話になりますので、はい、じゃあコールさせてください。いきます、ナルセクイズ。行けた？行きました。ありがとうございます。僕の小学生時代に遡りましょう。4つの選択肢を出しますので、違うものを選んでください。違うもの、逆か。はい、3つ合ってるってこと？ 3つ合ってます。小学生時代のエピソード。ちょっと自分やばい小学生だったから、うん、結構難しいかもしれない。分かった。まず出していくね。はい。はい。1つ目のエピソード。リレーの選手、運動会ですね、運動会のリレーの選手になって、緊張しすぎて夜その前日ですね寝れなかった、これが一つ目です。二つ目、遠足が楽しみすぎて前日からその服とをに着てリュックを背負って寝てたらお母さんからクソ怒られた。三つ目、自転車を漕ぎすぎて海に落ちた。どういうこと。はい、四つ目です。ジュースを買おうとして、お金を入れて自転車を漕いでたんですよ。で、お金を入れた後自転車がちょっと横に傾いてアクエリアスを狙ってて、うん、上の方のアクエリアスを押そうとしたら自転車傾いてブラックコーヒーにカツンってあのハンドルで押しちゃって、あるあるだわ。で泣いた。この4つです。リレーの選手か遠足か、自転車で海に落ちたか、ブラックコーヒーで泣いたか、はい、これどれかのうちの1つが違います。逆に言うと3つそうです。ちょっとむずいなぁ。めっちゃ面白いわ、3つ合ってんのでしょ。なんだっけ、リレーの選手、遠足の服、で自転車で海で海に落ちる、でジュースでブラックコーヒー、ジュースが間違う。なるほど。なんか僕の推理なんですけど、はい、3番がちょっとね、こうなんていうんですか、初めから言うこと決まってたかのようなテンポ感で話してたんです。はいはいはい、あ、シンプルさがあったわけね。そう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 。引っ掛けてますよこれ。なるほどな。確かに3番トラップかもしれない。ねえ、そうだよね。じゃあちょっと内容薄いもんね。そうなんですよ、そうなんですよ。で、遠足のやつと4番の自販のやつはすごいね、情景がねはっきりしてたんですよ。1番も忘れちゃったんですけど。1番はリレーの選手になって緊張で夜寝れなかった。はい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 。あれ切れた？あ、切れてねえ。あ、僕あの ADSL なんで、はい、たまに切れた。はい、直したんで、はい、すみません。回線おっそ。すみませんか。はい。あ、そうか、リレーか。でもこれはあるよな。てか、成瀬、もともと部活とか行ってるんだっけ？やってました、やってました。それ、行ってる？みんなに。うん、あ、いや、言ってないけど、まあ、いろんなのやってたって言ってた。あ、はははは。まあね、そういうのを考えると、僕3番だと思います。3番の、自転車を漕ぎすぎて海に落ちた。はい。これですが嘘ってことね。そうが嘘、う違うもの、うん、むずいな。俺はもう決まってるよ。あ、マジですか。アルキさん教えてください。俺はね、2番だね。2番の遠足が楽しみすぎて前日から服を着替えてリュックを背負って寝たらクソ怒られた、これ、うん、はい。これどっかでも言ってた気がするんだよな。いや、やっぱ理由としてはやっぱりあのお母さんはそんな怒るタイプじゃない。お、さすが自分の母親に会ったことがある人間だからこその。あー、マジか。そういうのはない。では正解を発表します、はい、ドラムロールください。今鳴ってます。じゃん。正解は1番のリレーの選手になって緊張で夜寝れなかったです。マジで。おい
俺小学生の時は足そんな速くなかったからリレーの選手にそもそも選ばれなかった。あ、そうなの。そうで、さらっと言った自転車を漕ぎすぎて海に落ちたっていうのは他の背景をちょっと想像してほしくて、うん、友達とチキンレースをしてたの。あの海に沿っての自転車でどこまで行けるか、うん、であのブレーキキューって言ったら砂が下にあってサラサラサラって言って効かなかったわけね。ドバーンって行ったってマジで大変です、大人の人呼んだ。そんなことある？どんな遊びしてんだよ。あのね、水の中に入った自転車ってクソ重いの。あ、重いの？重い。へえ、なんか軽くなるもんかと思ってた。そんなことねえよ。なんかさ、水の中にあこう溺れた人ってめっちゃ重いみたいに言うじゃん。その理論。あ、そうなんだ。重てんだよ。やばい小学生時代でしたという。いいクイズでしたね。いいクイズですね。でもまた二人とも正解できなかったっすね。やばい、これずっと成瀬さんがで、これ俺がもう1ポイントでトップでいいの？やばい。いや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 、これ買っちゃうよ。何なんですかそれ。これ買っちゃうよ。買っちゃう？そのイントネーション何なんですか？それコンプレッサーの機材買っちゃう時の。買っちゃうよ俺。高額な買い物する時の。そう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 、みんなの前で怖いから買いたい。はい、はい、じゃあ次、じゃあ第2問目か。荒木さんクイズはちょっと無事かったな。いけますか。じゃあ荒木さん、じゃあ似たようなやつでいくか。よっしゃ、じゃあ究極の荒木クイズやりました。じゃあ私も似たようなやつで4つのやつから間違いを探す系でいってみようかな。じゃあはい、小学生ぐらいの頃にですね、はい、まあ小学生の頃ってやっぱりお小遣いってまあほとんどないじゃないですか、はい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 、普通の人って。でも、まあ、言うてお菓子とか買いたいわけですし、はい、あのお父さんにね、なんかアルバイトはねえかと、はい、言ってたわけです、ちょくちょく。はい、はい、はいはい。で、まあ、お父さん気前がいいんで、まあ、あらゆるアルバイトをですね、こう、発想というか、考え出してですね、俺に振ってくるわけですよ。はい。はい、まあ、その中でですね、存在しなかったアルバイト。ほわ！ああ、お父さんが提案してくれなかった、1個。くれなかった、間違いがある。やつ。はい、これをね、4つ出しますから、なかったやつを答えてください。はい。じゃあまず1つ目、1つ目、これ1つ目はねシンプルにですね、洗車ですね。あー、そういうのね。はい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 、はい、車の洗う洗車やったらいくらあげるよと、はい、これは1回500円でやらせていただいておりました。はいはい。そして2つ目、2つ目ね、ちょっとなんて言っていいかわかんないんですけど、木の木ですよ。木、あの植えてる木、はいの虫を落とすっていう。あどういうこと？虫、あの、はい、なんかこう木を食べちゃってダメにしちゃう虫を落とすっていう。ああ、カミキリムシアルバイト。はいはい、はい、それは1匹100円でやらせていただいておりました。はいはいはい、動物の森みたいですね、はい、そうですそうです。はい、はい、3つ目、はい、3つ目は、小学生なんだけどあのタバコを買いに行かされるっていう。大丈夫なんですかそれは。その時は大丈夫だった、わかんないですよ、はいはいはい、まだどれが正解かわかんないです。あ、確かに確かにね、確かにね、これ3つ目ですね、はい、で4つ目はですねなんて言えばいいんでしょうかね、これすごいむずいんですけどね、まあいいや、もう単純に犬の散歩をするでいきましょうか。はいはいはい、この4問、犬の散歩。犬あの当時ね3匹いましてね。あ、ちゃんと飼ってた。そうで誰もしないんです散歩。かわいそうに。いやマジでかわいそうなんです。はい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 。もう散歩生きて生きてって言ってるのに。そうで誰もしないんで、はい、なぜか俺がやらされるっていうアルバイトです。あ、じゃあ3匹一気に散歩するとか。一気に行くか、大きいのが2匹とちっちゃいのが1匹だったんで。あ、そうなんですね。まあ、2回行くか。ピットブル2匹とチワワってことですね。そう、それぐらいのレベル。はい、わかりました。なるほど。この4つです。どうですか、成瀬さん。これでも4つのうちあと3つ。いつまでは絞れてる。あ、1個は落とせたってことね。落とせた、俺は落とせた。あ、1個は確実に落とせてない。洗車ってだって、はい、いや普通500円よりしますよ。いやそれはガソリンスタンドで頼んだら高いです。そうドライブスルー洗車で、はいはい、あ、まあ、提案してくれるやつだよ。確かに。いやでも洗車ってこう気をつけて擦んないと傷になっちゃったりするんですよ。ああなるほどね。はい、普通のタオルとかでやるとちょっとでもこう石とかついてると傷になっちゃう。そんな車、そんな小学生にやらせるのかってことね。やらせたくないと思うんですよ僕は。めいちゃん洗車？洗車かな。マジっすか。うん、
なるほど、ね、俺洗車は普通にあると思う。マジで。うん、なんか俺こうお会いしたことないけど、なんか荒木さんのお父様って多分だけどちょっと怖い人の気がするんだよ。俺あれ洗車してくいお金を渡すから。これあると思うんだよ。で3つ目に言ったタバコもあると思う。だし昔は子供でも買えたと思うんだよ、うん、俺もなんか行ってきてって言われて断ったけど、行ったことなんだろう、行けって言われたことあるんだ。だからそこもあると思う。おいタバコ買ってこい、お金をやるから。だから虫を落とすか、その犬を散歩するかなんだけど、はい、虫を落とすっていうトリッキーさを荒木さんが発想として出せんのかっていうと、荒木さん素直な人だから確かに多分出せないと思うんだよ。1匹100円っていうのはガチだったと思う。で4番の時だけちょっとどもってたんだよね。犬がいて、これ散歩作成させてたんだけどお金はもらってなかったみたいなパターンなのかなと思い、僕は4番の散歩です。あー確かにそう聞くと4番にもしたくなりますけど、どうしようかな。これで成瀬と同じにしてたら絶対に俺はもう勝てないんで、逆に成瀬さんと違う方向でも勝負に出るしかないと。洗車、なるほどね、はい、洗車、虫を落とす、なんだっけ、タバコ、タバコ買いに行く、犬、犬。じゃあこれでファイナルアンサーでいいんですか。はい。じゃあ荒木さん答えの方をお願いしてもよろしいでしょうか。正解は、正解は全部です。あ、クソムカつくわ。これクソムカつくぜ。ちょっとクソムカつくわ。これ審議、審議じゃないですか、審議。おい、1分前の俺の考察返せよ、マジで。何がですか。いや、違いますよ、違いますよ。え、全部本当ってことですよ。いや、だから、いや、だから、だからでも全部本当ってことですよ。いや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 、あ、でも強いて言うとね、はい、もうそんなねえわ。強いて言うとやっぱ犬かな。犬が、いやいやいや、いいよいいよ、おい忖度すんじゃねえよ。全部正解。そう、マジか。全部ね、アルバイトでした。はい、困ってたんです、あの頃は。はぁ、私はそれで頑張ってこう機材を貯めて、あの、いろいろコンプレッサーとか、そうです、もう小学校の頃からずっとね、はい、揃えて機材を歌ってみたを始めたというか。あ、そういうことだったんですね。そうですね。じゃあ荒木さんの最初のゴッパとかのマイクは洗車20回したから20回分の苦労が詰まってたね。虫100匹落とせばもう1万円ですからね。確かにな、ね、1000匹落としたら10万円か。そうですよ、そんないないけどね。動物の森やん、もう。で木の枝拾って、いやだから作ろうとすな、お前全然やってないから。チュートリアルもう終わってないんだから、お前は。すいません、ちょっと問題が悪かったですね、今。いやいや、わざと悪くしてるだろ。じゃ本当に思いつかなかったんですよ、4つ目が。なるほどなるほど、3つ見てればよかったんでしょ。いや、3つでも全部正解だろ。、うん、そうなのよ、そのないやつを探すのがちょっと難かったですね。ナルセみたいにこうスラスラ嘘が出てこないというか。いや、俺ちょっと待って、俺全部テキストに起こして出してんだけど。俺だけ真面目なの。いや、俺も起こしてるよ、テキスト。あ、起こしてるよね、起こしてるよ。よかったよかった。これはちょっと、じゃああれですか、ペナルティですか。ペナルティ、はい、おい、やめろ、ペナルティなしです、ペナルティなしです。ペナルティはありません。あ、ないんですか。はい、今のところメイちゃんと荒木さんが0ポイントで同点です。なんでだよ、蹴落としたいもん俺、荒木さん。あ、無理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 、そんなことない、俺が守る、そこは。無理です。あ、無理です。じゃあナルセが1ポイントってことか。そうそうそうです、変わってね。依然変わらずってことか。マジかよ。なるほど、じゃあチャンス俺あと2回しかない。1人ずつみんな2回しかないと。そうだね、はい、じゃあ最終問題いきますよ、皆さん。いいでしょう、いきます。めいちゃんの寝るときの電気はどんなでしょうか。マジで知らん、マジで知らん。どんなでしょうか。はい、だからあれでしょ、その電球ちっちゃい、オレンジのちっちゃい電球とか、明るいか真っ暗か豆電球かとか。じゃあ3択ってことか。じゃあすいません、4択、5択にさせてください。5個もねえよ。スケッパ、真っ暗、はい、豆電球、はい、ベッドのとこの、そのスイッチ入れると電気がつくやつ、はいはい、それとあと懐中電灯。なるほどね、はい、どれだ。なるほどな、マジで考える脳みそがもったいねえわ、本当に。だからどれでもいいだろう、本当に。クソほど。どれでもよくてびっくりする。どれだ。3つの中で一番やばい質問だったな、これ。
まあでも思いつきましたよ。あ、マジですか。どう、はい、どうですか。何番だったか忘れたけど、真っ暗ですね。はい、まずメイちゃんの家にベッドとか存在しないですし。いやいやいや、あるかもしれない。あと懐中電灯もまあ存在しないですし。はい。で、あと前回と豆電球もこの電気代をケチってるんでない。これだ。もともと電気がつかないってことですね。あ、電気がつかない。回線してない。開通してない電気が。はい、これだ。ファイナルアンサーで。ええ。荒木さんは真っ暗。成瀬さん。これしかねえよ。日によるで。だって暗いとき、基本的には暗いのがいいんだけど、はい、豆電球1個だけだったパターンでも別に寝れるし、それで寝たこともあるってお願いします。ありがとうございます。ありそう。ありがとうございます。じゃあすいません、皆さん答えを発表させていただきたいと思います。正解は日によるです。クソ腹立つ、マジで。なんだよお前。日による。はい、すごいな。だって本コアとか見た日は絶対つけて寝るでしょ。本コアね。はい、はい、でも基本は眩しいから、豆電球とかでも寝れちゃう人、はい、こんな感じですかね。マジでムカつくんだけど。こんな感じですかね。しかも5択用意しますとか言って全部ちぎれじゃねえかよ。でも俺正解です。やっぱナルシさんすごいわ。いやでももうこの時点でさ、はい、もうメイちゃんは、あ、いけんのか。いや、まだ俺が全問正解すれば、行き分けに止めるよ。そうか、2問とも正解すればいけるのか。で、荒木さんが1人で正解するっていう。あー、そうだね。質問は、はい、まだありえるんで。あ、そうか。はい、荒木さんはもう今のところ1人か。もう決定してんのか。ちょっとよくねえじゃんそれ。あれ決定してる。まだいけんじゃない、荒木さん。あ、いけないか。あと 俺もメイちゃんのやつ外しちゃったから。あ、そっか。もうないっすよ。じゃあ1人目荒木さんって。荒木さん決定だ。あとはメイちゃんがなるかどうかだよね。そうだよ、俺が2人の質問に正確に答えられればいい。まだ引き分けにいける、うん、2個正解したら俺とメイちゃんが同点になるからワンチャンあるね。そうそうそう、なるほどな。そうだね。1問だけだったらメイちゃんは下から2人だから入っちゃうね。はい、真ん中じゃあ、なるせクイズ3問目、うん、ダーダン。はい、母親から言われたショッキングな言葉、3択のうちから、1問だけ正解がありますので選んでください。はい、第1番ですね、はい、1番、床抜けるからそろそろ痩せて。2番、ちょっと本当に多分ちょっと受からないから目標の学校下げましょう。3番、あ、なるほどね、歌が下手な人って鼻歌も下手なんだね。え、1個しか当たりじゃないの。1個しか当たりじゃありません。はぁ、痩せてくれ、目標の学校下げましょう、うん、鼻歌も下手なんだね。いや、もう決まったわ。完全に決まったね。何ですか、荒木さん。俺はね、3番ですね。3番が正解だと思います。歌が下手な人って鼻歌も下手なんだ、これね。もう理由もありますよ、明確に。どうぞ。何ですか。あ、まず、明確な理由として、まず1番は、成瀬さんは、東京してから太ったんで、で、言うほど帰ってないんで、そんなセリフが多分言われないのでは。よし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 。で、2番はですね、今何でしたっけ、落ち、多分受からないから、あ、学校がどうちゃうね、下げましょう。2番はですね、成瀬さんはその、まあ、ほぼヤンキーみたいなもんだったんで、長崎では、まあ、その進学するかどうかっていう点で言うと、まあ、しなかった。つまり、そんな会話は起こりえない。これだ。どんだけヤンキーだと思われてんだ。これで3番だ。消去法でね。消去法だ。姉ちゃんは、僕はですね、家で、この人の、ね、私生活を想像したときに鼻歌なんて歌うのかなと。おう、ちなみに上京したのって何年前とか言えるんですか。あ、でも10代の時だね。歌い手は実家でやってましたか。やってないね。やってないんだ。うん、これもう俺当てないと本当に正義になっちゃう。そうだね。今本気で考えてる。正義って言ったよ。はい、自分で言ったらいいものが本当に嫌すぎるんで。床落ちちゃう。そうですね、絶対それはないですよね。パッと思い浮かんだ感があったんで。
2番で2番で荒木さんが3番、はい、めいちゃんが2番2番お正解発表します。ちょっと待ってください。はい、いきますよ、ドラムロールドン。正解は3番、歌が下手な人って鼻歌も下手なんだでした。やったぜ荒木さんがめいちゃんにこれ並びましたね。やったぜ、これで聖劇を免れるぜ。いや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 、免れないのか。いやいやいや、免れないのか。結局これでもう終わったんじゃないですか。結局免れないってことかい。いや、今1ポイント1ポイントでしょ、ちゃんめいちゃんと荒木さん。なるほど。当たったっけ。当たったっけ、ちゃんめいちゃん。まあなんか当たった、当たったでしょ、ような気もするな。いや、当たってねくね。当たってねくね。当たってないよ。いや、当たってないよね。じゃあ荒木さんが1点。え、荒木さんも1点だったっけ。今当たって、今当たったじゃん。今当たったから1点。なるほどな。俺2点、ちゃんめいちゃん0点。ちょっとこれやばいじゃん。これどっちにしろも決まったんじゃね。いや、でもどっちにしろこれ荒木クイズにめいちゃんが正解しなければめいちゃん1人で正解することになるよ。いや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 い
いやちょっと待ってよ、そんな選択肢だっていくらでも曲げられるんだろ、俺にさせなかったんだろ。よし、台本見つけたんで、またねの言葉がなくてっていうタイトルのわー早い、やってもらうことになるんで、ちょっと早すぎる。まあまあそれは置いといて、ちょっとそのなんでしょうね、今さ荒木さんが1ポイントでちゃんめちゃんが0ポイントじゃないですか、はいはいはい、この声劇の台本って、はい、男の子役が1人、女の子役が1人なわけですよ、はい、で、荒木さんが今1ポイントなんで、荒木さんがどっちを演じるかっていうのを決めれる権利があるっていうのはどうですか。なるほど、ちゃんめちゃんが正解したらじゃんけん。なるほどな、やだわ、本当にいいと思います。荒木クイズお願いします。いくか、お願いしますよ。究極の荒木クイズラスト、はい、最後は、やっぱりすごいシンプルなクイズでいこうと思いますよ。ほお二方、これはもうね、もうマジでシンプル。どんぐらいシンプルかっていうと、もう放送始めた頃に戻ったぐらいシンプル、うん、じゃあいきますよ。荒木調べ、最強の食器用スポンジはどれ。食器用スポンジ、食器用、食器用台所用スポンジはどれ。おい急におかんみたいな。3択で、3択でいきます。3択で主婦層にお前ぶっ刺さるような質問してんじゃねえ。マジでやばい、すごいためになるから、マジで お母さんと見てる人ぜひともチェックして。そうだよ、今お母さんに呼びかけなさい、隣にいる方は。本当にじゃあいきますよ、3択、はい、まず1はダスキン台所用スポンジ、はい、抗菌タイプ、はいはい。そして2つ目、亀の子たわし台所用スポンジ、そして3つ目がキクロン、キクロンプロ外食産業用スポンジ、はい、この3つです。亀の子たわしってあれでしょ、なんか茶髪の人の坊主伸びかけみたいな。ああ、そうそう、あのよく見るたわし、あの東京フレンドパークでよく出てくるたわし、はいはい、結局それなんすよねって荒木さん言いそうじゃない、ちゃんめちゃん。ああ確かに、いやでもやっぱり、あ、いやたわしじゃないよ、亀の子たわしのメーカーが出してるスポンジってことよ。ああ亀の子たわし、そうそうそう、これレビュー見るスポンジ、レビュー見る、お前ズルすんなお前。はい、じゃあ俺亀の子たわしにします。なぜなら亀の子たわしってなんかいいから。うっざ、なんかいい、めちゃくちゃ余裕じゃん。俺も 1話も決まってんだよ俺の。マジかよ、俺適当に亀の子たわしします。え、でもやっぱりダスキンってお掃除のあれだやってたりするんですよ。まあよく聞きますよね、うん、ダスキン、はい、そこが出してるぐらいのスポンジですよ。うん、もう手なんかにねスポンジ当たっちゃうもんなら、もうなんて言うんですか、もう手も取れちゃうぞと、消えちゃうよと。あ、なるほど、はい、そんぐらいね、やばいと思うんですよ。すごい落ちると、はい、もうほんと落ちちゃうぞと。でもね、亀の子たわしは違う、やっぱりあれは多分ね、荒木さんやっぱ食器とかこうね、フライパンとかにもこだわってると思うんですよ。あ、研磨剤とかがあるとね、テフロン加工とかしたやつが落ちちゃうと。おお、そういうとこも加味して亀の子たわしで。おい、かぶせるんじゃないお前。バラエティのフワットだぞお前。じゃあよくわかんない3番で。よくわかんない、はい、知らねえやつで、はい、それでキクロン、はい、キクロン、キクロンで、はい、キクロン君でお願いします。そうですか、はいはい。よくわかんない。いいですか、じゃあちょっと待ってくださいね。
はい、お願いします。正解は亀の子たわしのスポンジですやったー、3問正解だ。皆さんおすすめですよ、亀の子スポンジ。ちょっと待って、え、はい、俺全問正解ですか。全問正解。そろそうよなんで亀の子スポンジおすすめ。マジっすか。はい、最強なんで。なんそれ、俺買うよ。いいじゃん今 Amazon で。本当にね、買った方がいいぐらいすごいから。マジっすか。ええ、すごい。落ちるんですか、落ち方が違うんですか。あ、いや、もう泡立ちも違いますし、もう全てが違うと言いますか。あ、じゃあこの Amazon チョイスのやつ買いますよ俺。ええ、はい、ということで、あるなるめクイズが終わりまして、最終ポイントの方が成瀬が3点、荒木さんが、1点、めいちゃんさんが0点ということでですね、これから、下の2人の、正撃が始まるということなんですけども、1点を、取ってる荒木さんに、男の子側を読むのか女の子側を読むのかっていう選択をね、選べる権利がありますので、どちらか選んでいただければと思いますが、まあ言うてやっぱ男でしょ。なるほど。じゃあディスコードのサーバーの方に、開いてあります。タイトル、またねの言葉がなくてという正撃用台本の方を開いていただき、軽く読んでもらって、どんな感じなのかなというものを、考えてもらえればなと思ってます。登場キャラクターの方が、宮藤さん、おとなしめな心優しい青年。そして女の子側が、夏希さん、優しさに惹かれ始めて付き合い始めた。深く考え始めるとぐるぐる回って深く考えられなくなる。そんな感じだそうです。一応ですけども、ふざけずに真面目に取り組んでいただけたらなと思います。なぜならこの台本を書いてくださった方にも失礼なので、100% を出していただければなと思っておりますので、何卒よろしくお願いいたします。皆さん、準備は大丈夫でございましょうか。いや、今やるんだ。そうか、そうだよね。今からやってエンディング。こんな来週に引っ張るわけにはいかねえもんな。だ、そうですね。大丈夫ですか、僕、ナレーションの方をさせていただければと思っております。ナレーションやるんだ。皆さん、ページの方は開きましたでしょうか。真剣にお願いします。ふざけてるとなりましたら、自分で声劇の、台本を自分で書いてきていただいて、最悪だ。いただくっていうものを、僕だけじゃなく、視聴者さんと共にふざけてるな、こいつというのがありましたらですね、それやっていただこうと思っておりますので、特に女性側を演じるめいちゃんさんは、しっかりと、自分の中の女性を発揮して読んでいただけたらなと思っております。では、開始でも大丈夫でしょうか。ああいうレディーなんですけども、お二人さん。これね、先にめいちゃんから始まりますね、これね。そうですね。めいちゃんさんは大丈夫でしょうか。ちょっと一回ビンタします。はい、ちょっと落ち着いていこう。では、最初の、上の、隅括弧から読ませていただきます。タイトル、またねの言葉がなくて。河原の土手、二人座っていて、夏希が立ち上がって手を叩く。よし、ん、私たち別れよっか。あ、なんかさ、疲れちゃったかなっていうか、違うなってわけじゃないんだけど、ちょっと待ってもらっていいですか。ね、ちょっと待つんですか。やってますよね今。え、メイちゃんがですか。ちょっとやってましたよね今。何がですか。メイちゃんがですか。こらえてましたよね。いやいや、本気ですよ。じゃないんだけどぐらいでプルプル声が震えてたのは。いや感情入りすぎてってことで大丈夫ですか。そうそうそう、もう本当に入ってんの。本当に本当にもう土手に入れてよ今。ちょっとごめん、下ろしてたのに申し訳ないです。ただただただ、はい、そういう演技はちょっと微妙かなって、笑いにも捉えられるような演技を成立するのかなっていうのは一つ思うので、もう一度いいですか。笑わずに、わかりました、そういう演技なしで。河原の土手、二人座っていて、夏希が立ち上がって手を叩く。よし、私たちちょっと待って、ちょっと完全にやってますね。おい、終わんねえぞ。書いた人の気持ち考えてます、それ。考えてます、絶対やる、絶対ちゃんとやります、はい、ちゃんとやります、大丈夫ですか。はい、ちょっと5秒待ってもらっていいですか。わかりました、5秒後にスタートします。はい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 。河原の土手、二人座っていて、夏希が立ち上がって手を叩く。よし、ん、私たち分かりよっか。あ、なんかさ、疲れちゃったかなっていうか、違うなってわけじゃないんだけど、ちょっとこれ審議じゃないですか。審議ですよね。あの、このセリフ全部で70あるんですけど、5で止まっちゃったらもう12時超えちゃうんですよ。ちょっと待って、本当にダメなんですよ、ダメなんですよ。何がダメなんですか。そんな笑うことあります。俺と荒木さん付き合ってたの。これ真実でしょ。あの、ちなみにですけど、はいはい、めいちゃんは優しさに惹かれて付き合い始めた女性役です。あ、まあまあ、深く考え始めるとぐるぐる回って深く考えられなくなるそうです。大丈夫ですか。はい、もうすみません、もう本当に皆さんも大変申し訳ございません。もう、はい、気持ちを切り替えましたので。はい、またねの言葉がなくて。河原の土手、二人座っていて、夏希が立ち上がって手を叩く。よし、ん、
ちょっとそのうんっていうのやめてもらってそのうんうんはやめましょうよなんでですかいやいやなんでですか荒木さんが笑わせに来てんだよこれいや来てないと思うんですけど俺はんなんか舐めてますいやだから荒木さんちょっとはいんそこでつぼっちゃったら残りやばいとこいろいろあるんでちょっと本当に真剣にやってもらえますか、はいはい、本当に荒木さんの音量ちっちゃくしますこれでいやいやそれはなしですそれはなしですはい、はい、かりましたそうだよね俺昨日の放送からマイクでかいって言われてんだよねそれ上げてください5を上げます5を上げました荒木さんが5を上げてください、はい、5を上げましたよあと3上げてくださいえあと 3? はい割れる寸前ってことやな、うん、はいそれで大丈夫ですあここじゃねえやこっちだあと3もうあと5でいこうこれだ河原の土手2人座っていて夏希が立ち上がって手を叩くよし私たち別れよっかはなんかさ疲れちゃったかなっていうか違うなってわけじゃないんだけど疲れた距離の取り方を間違えちゃったんだよね距離の取り方最初好き好きって近づいたじゃんそうだなこいつ何言ってんだろうなとか俯瞰して見てみると今なら思うけどアタックすごかったもんなですんごく近づいて宮藤答えてくれたじゃん優しいからまあ毎日やり取りしたり通話したりしてたりしたらそりゃななんだっけミイラ取りがミイラになるじゃなくてミイラ取りがミイラって私ミイラかちょっと今んとこもう一回お願いしますなんでだよいやすごい笑かしに来てたじゃん今来てないでしょ来てないでしょ誰で誰で新規お願いしますこれ誘うような言い方よくないいや なんで完全に笑わせに来てたもん何その私見るかって何そうなんかちょっともう文章以上の力を感じたというかそうだよね、まあ、確かに文章で見てもちょっとクスってくるかもしれないポイントなんだけど、はい、それ以上になんか荒木さん笑えっていう気持ちをめちゃくちゃ感じたんだけど今いやいやいや、はい、次はお前が怒られろみたいな、なんかいやそんなことないですって70分の15ですよミイラカのところ、ま、15じゃダメですよちゃんとやってよ2人とも、はい、もう俺もちゃんとやってるでしょもうほんと1時間経っちゃったんでもうほんとにもうパパッとやって終わりましょう河原の土手、はい、2人座っていて夏希が立ち上がって手を叩くよしん私たち別れよっかあなんかさ疲れちゃったかなっていうか違うなってわけじゃないんだけど疲れた距離の取り方を間違えちゃったんだよね距離の取り方最初好き好きって近づいたじゃんそうだなこいつ何言ってんだろうなとか俯瞰してみると今なら思うけどアタックすごかったもんなで、すんごく近づいて宮藤答えてくれたじゃん優しいからまあ毎日やり取りしたり通話したりしてたりしたらそれはななんだっけミイラ取りがミイラになるじゃなくてミイラ取りがミイラになるじゃなくてなんだっけミイラ取りがミイラになるじゃなくてミイラ取りがマジで！もうダメです。もうちょっとだったのに。ダメ。なんでだろう。いやでも絶対に台本は悪くないんですよね。普通にスラッと読めるんだけど、めいちゃん変なところで笑っちゃう。じゃあセリフ12からいきますか。あ、じゃあ、はい、それだったらありがたい。12。あ、それすごいありがたいわ。セーブしたってことでしょ。あ、河原の土手。二人座っていて、夏希が手を立ち上がって手を叩く。よし。ん？私たち、別れよっか。は？なんかさ、疲れちゃったかなっていうか、違うなってわけじゃないんだけど。疲れた。距離の取り方を間違えちゃったんだよね。
距離の取り方？最初好き好きって近づいたじゃん。そうだな。こいつ何言ってんだろうなとか俯瞰してみると今なら思うけど、アタックすごかったもんな。で、すんごく近づいて宮藤答えてくれたじゃん、優しいから。まあ毎日やり取りしたり通話したりしてたりしたら、そりゃな、なんだっけ、ミイラ取りがミイラになるじゃなくて、ミイラ取りがミイラって私ミイラか。触れたら好きになる菌を持ってる保菌者。なんかそれやだ。あれだよ、毎日好きでもない顔毎日見てたら気づいたら好きになってたみたいな心理学の。好きじゃなかったの？そら顔も見ないのに一目惚れもないわ。声が好きとか中身が好きだとか。中身は初見でわからんだろ。初見さんおつ。まあお前には初見殺しするほどの美貌は持ち合わせていなかったことだけは頭に入れておいた方がいいぞ。地味に傷つくんですけど。傷つけ傷つけ、傷心は生優しいもんじゃないからな。だってほら、好きかどうかわからなくなったっていうか。ああよくあるな。好きでもない人と一緒にいるのはどうかなって。好きじゃなきゃ一緒に行っちゃダメというのはないけどな。じゃあさ、好きって何？宮治、一緒にいたいなとか、一緒にいて疲れなかったり癒されたり。友達でも一緒にどこか行きたいなとか、話してて時間経つの忘れるぐらい夢中になることあるじゃん。あるね。友達と恋人の違い？ギューってしたりキスしたり、もっとイチャイチャするのが恋人でしないのが友達？じゃあ付き合ったばかりの奥手たちはみんな友達？わかんない。恋人という拘束が嫌になった？それはあるかな。宮藤と付き合ってると他の男の人と一緒にいたりできないじゃん。別に完全にダメというわけじゃないけど、気分は良くはないわな。それってやっぱりつまらないし、他の男と遊べないのってストレスなんだよね。ストレスか。だって面白い人いっぱいいるじゃん。だろうね。むしろ俺より面白い人の方が多いんじゃない？怒った？別に怒ってはいないと思う。言うと宮藤悲しむ気がするから言わなかったけど、宮藤以外にも構ってくれる人いてさ。だったらいる必要ないだろうね。宮藤ならもっといい人いるよ。私と付き合ってたらダメになるよ。そっか。こうなる前に距離を置けるとよかったね。そうだな。ま、今更かだなあ。あーでもこれでなんかこんな感じで話すの最後かと思うと名残惜しいな。やっぱやめますとか言い出しておきながらね。居心地が良かったのはあったからな。付き合ってるから毎日話さないといけないとか、別にそんなことないけどな。ダメだな、ダラダラしてると未練しかなくなるから終わりにしよう。止めてほしくて言ってる？それは止めてほしいけど、もう言う前には戻れないから。多分今戻っても好きだなって宮藤じゃないから。そっか、無理させてたならすまん。謝らないでよ、私が悪いみたいじゃない。そうだな、別れようか。うんうん、今までありがとうな。楽しかったよ。楽しかった。それじゃあ、バイバイ宮藤。ああ、さよなら。今泣いてるの分かります？今リアルに泣いてるんですけど、深くて宮藤と好きな関係性が分かって今泣いてるの分かります？そんなに感情移入したんか。リアル泣いてるんですけど、よくて初見さんオツのところがそこなの？そこなんですか？すげえよかったです。まあそこすごいなんかね、から元気な感じが出ててよかったですね。この台本すごいいいわ。やばい、なんか2時間のドラマ見たみたいな。確かにもう本当になんかいい話だなと思ってきた。人生観が変わったこんなんでもう変わるの？面白かった面白かった。
携帯小説読んだ人みたいな。あ、また見に行きます。もうやんないから。また見たいです。もうやらないでしょ。よかったです、本当に。なんかこんな時間、短い時間でこんな濃い内容の見るともなかったので。ミラトリか。あはは、それ本当に好きね。ずっと聞いた。初見者オツ。すごい。あ、もう分かる。本物。本物。はい。本物。マキ務めさせていただきました。マキ役のメチャです。メチャさん。マキって誰？あれマキじゃん。夏希です。夏希でしょ。はい、ということでどうでしたでしょうか。感想はお二人初めてじゃないですか。なんだかんだ声劇というものをやったのは、あるセリフを感情を乗せて読むっていうまあ初めてですかね。なんだこれ。ちょっとこれめいちゃん良くなかったな。普通に違うなんか、うん、俺向いてないんだなって。いや、そなんか笑わせに行ってたね。初見さんをつーとかなんか、うん、じゃあ言ってないよ、言ってないよ、してないっすよ。え、初見さんおつって言ってたよ。いや、初見さんおつって書いてあったら、ナースだったらどうやって言う。初見さんおつ。いや、違う。それ男側でしょ。そんなテンションじゃないでしょうが。ちょっと俺わかんないです、そんな。あー、二人みたいにうまく言えないんだ。いや、ナースにも読ませたいわ、いつか。マジで。あ、いつでもかかってこいよ、そのクイズなりなんなりで。読ませてみろよ。今日のハッシュタグはハッシュタグ私ミイラかでいいですか。私ミイラか。私ミイラか。さらにちっちゃいやつが入ってなかったっけ。入ってた。これ表示しますね。ちょっと待ってください。どこだっけ、ここな。あった。はい、テロップ、ハッシュタグ私ミイラか。はい、こちらでお願いします。何をみんなに募集しましょうか。そうですね、どうしようか。最近募集しまくってばっかだったからね。そうなんですよね。なんかねえかな。台本募集したらやばい。いや、進まないから。これ短いやつですね、さらにね。正義で言えば、ね、多分。そうだね。短いよね。ああ、うん。もう普通のやつなんて来たらもう。今日はなんかみんなから特に募集もせず、いきなりじゃあクイズやってみようっていう感じでやってみたんだけど。うん。面白かったっすかね。どうだったんだろう。まあ理不尽でしたね。理不尽だったよね。じゃあ、あれなるね、なるなるねも来週呼びますか、一人。ああ、確かにゲストで。やってみますか。ちょっとわかんないけど、ね。まあ呼べたらですけど。そうだな。声かけてみねえことには。そうだね。どうします。じゃあゲスト呼べたてで、なんかそれで4人でしてもらいたいことみたいな。うん、そうだね。3人でやることより4人でできることっていうのはどうだろう。いいよね。うん、例えばそのマリオテニスとかだったら4人でしかできないもんね。あれ3人でできないから。そうですね。うん、ゲームだとかその話、例えば人狼でもいいしワードウルフでもいいし、4人でできるようなものも、できればなと、皆さんから募れたらなと思ってます。はい。じゃあ人とお題ってことだな。そう。あ、人はいいんじゃないですか。あ、人はいいのか。こっちで決めてもいい。お題だけね。みんなこっちで決めてもいいか。まあ、いいってことね。うん。これいいんですよ、これ4人でやるとめっちゃ盛り上がるんですよってゲーム知ってる人がいたら、うん、書いてくれたら嬉しいなと。はい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 、理解。はい、ちょっと13分ほど遅れましたけども、はい、お開きにしましょうか。こんな感じで終わりますか。はい。いや、メンタルえぐられたわ。いや、ちょっと荒木さんがね、妙に真面目なのが面白くなっちゃうんですよね。いや、俺ね、途中笑う寸前だったけど耐えたんですよ。危なかったですね、どっかね。あ、2回ぐらい耐えたんです。そう、こういうのをメンちゃん初めてやった。いや、でもやったことね、2回ぐらいありますよ。アルキさんは？え、ないよ。え、初見さんおつ？じゃあ初見さんおつ。あ、そんな感じで、はい、はい、そうですね。じゃあ来週は、ゲストの人を呼べたら、呼んでみましょう。そして、今日の、ハッシュタグ私ミイラかの後は、やってほしいゲーム4人をね、できれば、はい、と書いていただけたらなと。次はゲームをやりましょう。ホラゲでもいいことだな。そうだな、ちょっとワンチャカしたいよね。そうだね、協力してみたいなのをやってみたいね。こんな感じですかね。はい、じゃあそんな感じで本日、5月20日もう21日ですけども、水曜日の、あれなる面の放送終わりにしたいと思います。皆さん来ていただいた方ありがとうございました。ありがとうございました。あざした。じゃあね。あざした。